はい、皆さんこんにちは。本日はですね、なんと食べ過ぎちゃいけないインスタントカップラーメンをたくさん食べていきたいと思います。もうお腹ペコペコなんで食べ始めましょう。準備していくぞ。イエッ、お湯入れていくぜ。よー、シーフード塩と、お湯足りそう。お湯ちょうど。すっげえいい匂いする、すっげえいい匂いするよ。飲み物は僕の大好きな牛乳ですね。食事の時も牛乳、いつだって牛乳。じゃーん、よー、いただきます。いただきます。まずは揚げプレッシャーだ、揚げプレッシャーだった。はい、オリーブ、お塩から。うん、うん、やばいやばい、噛みうまい。うん、おいしい、おいしすぎる。インスタントラーメン久しぶりなんですよ、本当に。うん、塩の次はシーフード。本当にね、トレーニング筋トレ始めてからね、なかなかインスタントラーメン食べる機会がないから、今日は一気にね、こうやってもっぱんしながら食べようと思って。うまい、うまいよ。うん、おいしい。シーフードやっぱおいしいな。シーフードってすごい人気あるよな。一番シーフードが好きって人も多いよね、絶対。塩の香りがすごいのよ、シーフードって。あっちあっち。うわ、次は僕の一番大好きなカレーです。一番大好きカレーが、これは楽しみ。しかもチーズカレーですからね、これは。うまっ、うますぎる。うまっ。これですよ、この、このカレーの麺を。やばい、めちゃめちゃうまい、やばい。じゃあ次はスタンダードいこうかな。意外とスタンダードがね、やっぱり美味しいっていうのあるからね。何でもそう、スタンダードがやっぱ一番いいってなりがちだよね。うん、やっぱね、癖がないね。癖がない。こうやって5つ並んでる中でもやっぱ、あ、こいつやっぱスタンダードなんだな。やっぱりこいつなんだなってなるよね。醤油ですね、醤油。うまい、うまい。止まらんぞ。うめえ、うめえ。熱いもん、もう。5つ目の味。チリトマト。これ辛いのかな？辛すぎるとちょっと苦手なんだよな。うん、おいしい。むしろ甘い、甘辛いというか、トマト感が強いね、チリより。後味でちょっとピリッとくるみたいな。ツンデレパターンだ、こいつ。ツンデレパターンね。普段ちょっとシャイで目も合わせて喋れないけど、メールではなんかすごいガッツリみたいな。こいつやばいな、ツンデレ。え、しかもなんかカップラーメンってタンパク質めっちゃ入ってんだ。全然知らなかったわ。脂肪しかないと思ってた、むしろ。一応タンパク質も入ってるんですね、カップラーメンって。これだとタンパク質10、脂肪 14.5。 脂肪めっちゃ多いけど、タンパク質もすごい入ってんだ。でも今日はね、このカップラーメンをマジで死ぬほど食うっていう背徳感が一番大事なことだから、俺らにとって。見てる皆さんもね、これ見ながらね、ある種の幸福感みたいなものをね、感じてもらえればいいなと思って、こうやって動画にして食べてますよ。うん、うめえ。塩も美味しいな。これなんだかんだでやっぱ味の個性出てるな。それぞれ味が違う、個性が出てる。カップラーメン、これがバンドだったらボーカルだな、ボーカル。やっぱりね、スタンダード、いろんな人に歌声、味が刺さりやすいって意味でね、やっぱスタンダード、ボーカル、バンドに大事なのはドラム、ドラム、ベース、音を支えるやつ、楽器っすよね。支えだから、塩かな。やっぱり味の根本、味の根本である塩がバンドのドラムっていうね、音を支えていく。塩がドラムだとしたら、ドラムと兄弟関係にあるベースはシーフード。なぜなら塩とシーフードは相性がいい、息の合ったグルーブを重ねてくれるっていうね、これすげえバンドだよ。で、そうなった時に、ボーカル、塩、ドラム、ベース、ギター、こいつですよ。トマトチリ。トマトチリがもう、これ、レッチリとしてはほぼ、トマトチリ。
ギターっていうのは上物なんですよね。その曲をどれだけきらびやかな音で広げられるかみたいなところが結構重要視される楽器なんで、こうトマトチリによって広がりをね、空間をチリ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 で、こいつ最強なんで、こいつキーボード、カレーもキーボード、めちゃくちゃ濃いカレーというパンチ力でどんな人でも虜にするっていう意味で、キーボードいろんな音色でいろんなアプローチで刺激を与えられるっていうキーボード、何じゃねこれ。美味しすぎ。普段ね、僕はね、筋トレをね、してるんですけど、トレーニングしてるとやっぱね、カップラーメンでなかなか食べなくなるんですよね。まあなんでかっていうと、脂質が多いんですよ。それを今5つも食べちゃってるっていうね、悪魔的な日なんですけど、罪悪感とか通り過ぎても、幸せをね、噛み締めますよ。この瞬間の。まあそれこそ普段ね、食べてないからこそ感じるこの喜びだと思うんですよ。毎日カップラーメン食べてる人だったら、こんな美味しく感じないと思うんで。うまいよ。汗かいてます。食べるのは結構遅いんですよね。友達とかとご飯食べてる時も、お前食うの遅くねみたいな、毎回になるんですよね。女の子よりも遅いっていう。カップラーメンが伸びちゃうんで、ちょっと早めに食べるようにしてます。うまい。塩俺結構好きだわ。一番好きかもしれないな、この中で。カレーか塩。まあ、全部美味しいな。全部うまいから全部食ってんだよっていうね、話だからねー。カップラーメンってなんでこんな美味しいんだろうね。やっぱジャンクフードって美味しいよね。もっぱんもさ、ジャンクフード見てるとすごい刺激されるもんね。それこそマクドナルドとかケンタッキーチキンとか、目で刺激されて脳が快楽分子を出すみたいな感じだよね多分。こういうもっぱん動画って、カップラーメンの味をみんなが一回食べたことだって知ってて、そのなんかを思い出して、うわやばい食いてみたいになっちゃう、この音とかね、すごい面白いよねもっぱんって、って思って僕やってるんですけど、みんなもなんかご飯食べながら、一人でね寂しくご飯食べてる人とかは食べながら見てほしいですよね。僕も今これ一人で撮ってるんでね、寂しく、でも誰かと食べてるような感覚になれるんで、撮りながらね食べてるんだけど。そもそも完食。このもっぱんすることを楽しみで、昨日のね夜をねちょっと早めの時間に食べて、お腹空くように調整して、朝ごはんプロテインだけで過ごして、今お昼前で食べてんだけど。みんなカップラーメン好き？うまいよねほんと。うま。チーズカレーはほんとやんちゃな味だわ。ほんとやんちゃ。高1でゼックス乗ってるぐらいやんちゃだな。高3で旧車乗ってるぐらいやんちゃ。小6でピアス上げてるぐらいやんちゃだわ、こいつは。小2で襟足がめっちゃ長いやつぐらいやんちゃだわ、こいつは。めっちゃやんちゃ。中学生なのに子供料金の切符で電車乗ってるぐらいやんちゃだわ、こいつは。カレーがっけー。言うてね、タンパク質も入ってるからね、侮れないんじゃない？これ脂肪はやばいよ。いや、でも脂肪でも俺は脂肪しない。俺の細胞は活性化、カレーには落花生が合う。落花生じゃない、それはラッキョウ。いや、質問が殺到、つまり DM、 つまり ATM で金下ろしてこい、俺にマジでくれ。 ATM、 つまり AD フィールド、エヴァンゲリオン、映画が延期、天気の子はめっちゃ面白かった映画。うまいよ。よし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 よこれを見てね、ちょっと食べた気になったとかね、やっぱカップラーメン買いに行こうとかね、今ダイエット中だけど一緒に食べた気になったとかね、思ってくれたら嬉しいなと思います。バイ。